はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回はまたトレカの開封をしていきたいと思います。今回はですね、こちら東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2020、ファーストバージョンということでですね、これ多分東北楽天ゴールデンイーグルスが独自で出しているトレーディングカードでございます。はい、でこんな感じで入ってますけれども、レギュラーカード、インサートカード、ジャージーカード、ジャージーパッチカード、それから直筆サインカードが入ってるそうです。全部で135種類はい。まあどうなんだろう、まあどっちかが1枚出てくるんじゃないかなというところですね。はい、まあ楽天が出してるっていうことでですね、すごいですよね、こういうのも出してるんですね。まあ、前回楽天の BBM をね、開封をしていきましたけれども、今回は楽天の球団自身が出してるやつですからね、すごいですね。ちょっとどんなね、まあサインカードだったり、とかが入ってるのか、ちょっと楽しみにしております。はい。よいしょ。さあ、まあ欲しい選手はやっぱり浅村選手、あとは松井裕樹選手、成本選手あたりかなというところでございますが、あとはこういうジャージパッチカードとかもね、面白そうだなと個人的には思ってはいます。はい、こんな感じでございます。株式会社楽天球団ということでですね。インサートカード、ジャージーカード、あ、インサートカード2もあるんだね。インサートカード2は、2もシリアルが入っているそうです。開けていきましょう。よいしょ。行きましょう。よいしょ。あ、おしゃれ。これもまたおしゃれですね。南陽介選手。清宮幸太郎選手。ほほ。内田選手。寺岡寛治選手。石原選手。足立選手。ほう。で、裏はこんな感じで。シリアルが振って、シリアルというか通し番号が振ってありますね。なるほど。なるほどね。ちなみに前回開けた BBM がですね、こんな感じでございます。BBM と比較するとこんな感じなんですが、個人的にこっち好きかも。すごいおしゃれな感じがしますね。はい。では開けていきましょう。さあ、ということで見ていきましょう。よいしょ。近藤選手、塩見選手、青山選手、藤田選手、渡辺選手、則本選手、岡島選手、ルーキー、江川優斗選手。なるほど、育成の選手ですね。で、西口選手、鈴木空選手、則本、ん違うわ、あ、則本選手の弟？そうだね、則本選手の弟だね。で、浅村選手、菅原選手、牧田選手、松井選手、お、何これ？松井選手の、シルバーのサインですね。これまでの直筆ではないね。プリントサインですね。あ、こういうのもあるんだね。で、足立選手、藤原選手、岩見選手、山崎選手、で、池田選手、湯気選手、村林選手、堀内選手、下妻選手だね。フェルナンド選手、佐藤智樹選手、渡辺選手、黒川選手、ルーキーだね。で、福井優也選手、藤原選手、岩見選手、で、さっき出てた山崎選手、お、渡辺義明選手のこちらもですね、シルバーのサインが入っております。で、則本選手、お、小深田選手、今年のドラフト1位ですね。で、松本選手、岸選手、
高梨選手、木村選手、中村選手、池田選手、南選手、清宮選手、内田選手、またサインという、西口選手、西口直人選手のこちらも銀サインですね。で村林選手、鈴木大地選手、引地選手、久保選手、ウィーラー選手、そして渡辺選手、森選手です。はい。今のところ直筆サインも出ておりませんね。出るのかしら。例えばなんかすごい変わった形のカードが見えるのは気のせいでしょうか。佐藤智樹選手、小深田選手、よいしょ、松本選手、岸選手からの、これは何？すごい光ってる。モストセーブス、松井裕樹選手。はいはいはい。変わったカードですね。で、黒川選手、寺岡選手、近藤選手、塩見選手、福山選手ね。で、渡辺直人選手の銀サイン。中村選手、唐島選手、安楽選手、鎌田選手、浅村選手、木村選手、下鶴選手、高梨選手、山崎選手、酒井智人選手、吉本選手。で、これは何？チェックリスト。チェックリストカード。あ、ここにありましたね。レギュラーカードにはシルバー白サインパラレル版だから、この辺がそうなんですね。で、これのがサインがゴールドになるとシリアルナンバーが入るってことだね。はい。OK。藤田選手、太田選手、茂木選手、森原選手、島内選手、福森選手。お！お！来ました、サイン。おお！田中和樹選手。ゴー、ゴー、和樹ですね。40分の13。はい。いいんじゃないでしょうか。で、鶴崎大成選手、ルーキーだね。そうか、まだこれ発売したのはね、確か3月とかなので、そうか、まだプレイしてるあれっていうのがなかなかないんですね。ルーキーとかね、こういう、牧田選手とかね、そうだね。松井選手、涌井選手、ワクワクさん初めてだね、そういうの。で、吉成選手、石橋選手、ワクワクさん、熊原選手、ブセニッツ、和田さん。お、これか。大雄也選手。25分の18。なるほど。このニコちゃんマークかわいいね。で、あとは、石橋選手、青山選手、則本選手、岡島選手、縁川選手。おー、いいらーいいらーいいらー。あれ、ウィーラー前出てなかったっけ？出てないか。ノーマルが出ただけか。渡辺選手、熊原選手、ウゼニッツ選手、和田選手、福井選手、ソンチャーホー選手、水上選手ね。で、西口選手、堀内選手、下妻選手、ルシアノ・フェルナンド選手。おー、ブラッシュと辰巳選手。これは何？パシフィックリーグメモリアル、パリーグ5万本のホームラン、2019年の8月27日、楽天生命パーク宮城で、千葉ロッテマリーンズとの対戦で達成したというやつですね。はい、ということでワンボックス開封が終わりまして、今回はこちら、田中和樹選手。まあ特徴的な応援歌がすごく有名になった選手ですね、田中和樹選手ですね、シリアルはもう一度確認しました。40分の13。はい。で、もう本当に楽天がね、こういう風にね、出してくれるっていうのがいいですね。まあ、楽天のね、公式のカードですからね。まあ、今までのあれが、BBM とかも公式ですが。
で、もう1枚シリアルが入ってるのが、小郷裕也選手ですね。去年のドラフトですね。ドラ、今2年目、25分の18ですね。はい。で、それ以外に銀サインが全部で、よいしょ。銀サインが1、2、3、4、5枚なので、で、あとはこういうちょっと変わったカットのやつが2枚、ということでですね、まあ、今回、開封した結果がこちらになります。こういうちょっとメモリアル系のカードが2枚、銀サインが全部で5枚で、金サイン、シリアルが入ってる金サインが1枚と、今回は直筆サインカード1枚という形になりました。はい。いや、でもデザインもすごく良くてですね、こういうちょっと変わった感じのカードが入ってたりだとか、ちょっと面白かったですね、開けててね。まあ、楽天の選手もね、結構中日と、まあ、中日よりはあれですけども、だいぶ、楽天の試合を見てて詳しくはなってると思うので、そう、あ、この選手、ここで確か活躍してたなとかね、そういうのもね、見ながらちょっと思い出してはしておりますが、ね、まあ楽天は、今年小深田選手を獲得して、まあ、それ以外にも鈴木大地選手だったり、涌井さんだったりね、あと牧田選手、それから酒井選手とかね、かなりいろいろね、選手を獲得して、まあ、その代わり美馬選手がね、FA でロッテに来ましたけれども、それでもかなりの戦力補強をして、まあ、ウィーラー選手もちょっと出て、トレードで行っちゃいましたけれども、それでも、まあ今、首位をね、走っているということで、まあかなりね、調子のいいのはいいな、というところでございます。まあドラゴンズもね、もうちょっと頑張ってほしいとは思いますが、カットしてね。はい、ということでですね、今回は、東北楽天ゴールデンイーグルスの、公式トレカ、開封をしていきました。まあファーストバージョンがあるってことは、セカンドバージョンとかももしかしたら出てくるのかな、まあ今年に限っては出ないかもしれないけど、まあ出てきたらまた、開封書をしてみようかなと思いますんで、ね、また良ければそちらの動画を見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。